すがでしたね。楽しい。いや、ありがとうございます。そうなの、持ってますね。今のところ1問目2問目ともに正解でございますから、僕ら持ってますね、ただ絵代わりがねえなって思ってそれも見たいのか。外せ外せ、そっか、外せばやろうと思ってますけども、絵が変わる。なるほどね。続いてですがですね、今度はですね、お二方、大西さん、皆さんにですね、協力してのチャレンジになりますよ。はい、続いてのアイテムはですね、ワイングラス。グラス、はい。ただね、見て触ってどっちが高級なワイングラスかを当てるんじゃなくて、乾杯の音を聞いて、グラス同士を、ぶつける音を聞いて、どっちの方が一級品のワイングラスかを、ね、判別していただく。はい、音と違う。これはもう 100% わかりますね。さすがですよね。なんかそのうまく言えないけど、それをちゃんと見てる、もう 100% わかります。だってワインをたしなむんですって、お家で。そうなんですか。はい、お似合いになられますね。ワイン、お風呂に入りながらワインを。これ本当なんですって。マジなの？そうです、マジなの？これはね、本当なんです。ちっさめのボケかと思ったのに。これマジね。これマジなんですか？かっこよすぎない？ちょっとそうですね。ちょっと見方変わってきますね。さっき取材で受けてたんですけど、それを言ったらなんか女子のスタッフがヒャーだって、ヒャーじゃねえよ。何色めきだったんだよ、みんなしてっつって想像しちゃったみたい。じゃあもちろんワイングラスにも一加減お持ちでらっしゃる。はい、なるほど。これは大丈夫じゃないですか。そうなんだ。だって1個は、ワンセットは、バカラのワイングラスね、バカラ3万円する、バカラのワイングラス。そして一方はですね、100円ショップで購入した、あ、もうこれプラスチックなんじゃないですか。ダグラスです、ダグラス。ダグラス。プラスチックじゃないの。どうなんだろうね。プラスチックだったらわかるけど。そりゃそうだよ。ポンって言うだけど。ポンって言うだけど。でございますので、じゃあチャレンジしてみましょうかね。じゃあ、はい、いたしましょう。はい、さあということでございましてですね、今、後ろにスタッフがですね、おりまして、2種類の、グラスをですね、準備しております。だから後ろ向かないでくださいね。まあ、見た目でそんなに分かるものではないと思いますけど、まあでも一応音だけで今回は当てていただくということでございましてね、はい、符号ですから。符号ですから、符号ですからね、もう常にやってますからね、はい、やってますからね、風呂場で。風呂場どれぐらいの大きさなんですか。風呂場これぐらいです。ちっちゃ。え、かっこ悪い。足伸びてないじゃないですか、全然。これで水は大体これぐらいです。それゼニガメ買う時のゼニガメの。さっきまでヒャーだった女子たちの笑い声が聞こえて、全然、ああ、そうですか。こうだと思ってたもんね、みんな。ね、結構意外とあのタイトなんですよね。ここに壁あるじゃないですか、もう。もうそうです、そうです、近い、壁近いです。すげえリアル。出てから飲んだら。ねえ、出てから飲んだら。なんかね、水に浸かってたいんですよ。水に浸かってたい。ちょっと分かんない、分かんなくなってきたな、分かんなくなってきたな。気持ち、気持ち、集中しましょう、はい、集中しましょう、ね、不合の気持ちです、不合の気持ち、ね、おおらかな気持ちでないとね、はい、音のね、よし悪し分かりませんから、はい、さあ、じゃあ、いきますよ、いきますよ。まずは A の音でございます。お願いします。まあ確かにそのまあその ちょっとね、もうすぐ B 欲しいですよ。すぐ B 欲しい、すぐ B 欲しいですか。すぐ B 欲しいですね。うん、はい、またいい高さですね。いい高さだ。いや、面白いじゃないですか。こんなシュールだとは思わなかったな。ちょっと、うん、でって面白い。もう一回聞いていいですか。もう一回聞いていいですか。音に合わせて顔作っていいですか。じゃあお願いします。今のがいいね。じゃあ次 B 行きましょう。 B お願いします。何回聞いても面白いな。じゃあ、じゃあもう大貫さんにお任せします。 A、B どちらか、大貫さんに。確かに響き方がこう広がりますもんね。うん、A の方がね。A の方は確かに広がっていたけども。うん、それがやっぱり高級なんじゃないかな。ねえ、鳴らしたことねえからね。鳴らしたことねえ。分かんねえもんね。さあ、では、A、B どちらが正解なのか挙げていただけますでしょうか。どうぞ。A で。よし。A。これが正解である場合はですね、全部 A、A、A と続くことになりますが。あ、そうですか。本当ですよね。そっか。そんなことしないか、スタッフ。意地悪。なんでなんで。意地悪だから。なんで。
いやでもいやいやもうこれはもう間違いないです。間違いないですか？間違いないです。お答え正解の方は うわー絵代わりなし。かわいいパエのしない絵で終了。自分で変わり映え。セルフ変わり映え。すごいですね、まあ、すごいですねっていうか、そうこれに関してはまあそうだろうなと。ですね、まあね、誰が聞いても分かる。うん、何あの B の音。ちょ B もう一回鳴らしてもらっていいですか？ B もう一回お願いしていいですか？ね、上にね。いや、安いです。ということで、さすが富豪チームでございますね。全問正解でございます。あ、よかった。